今日は両開幕投手の先発ロッテは二木でした。その立ち上がり若林今日は1番で出塁をしてランナー三塁に行ったんですが森はピッチャーゴロ。ここではよく踏ん張りましたけど ね、2人もね一気にね初回パンパンって行かれてもねおかしくないようなところでしたけどね。ライオンズの1番で若林の勢いね感じるところだったんですがそれはこの中村も封じるところで二木はまずゼロで立ち上がります。ライオンズも開幕投手だった高橋光成の3試合目荻野がいきなり振り抜いていったんですがこれはギリギリ届かずのレフトフライ。高橋コーナーも立ち上がり良かったですけど ね、そうですね、はい、非常にコーナー攻めたりあとストレート変化球バランスよく投じていました。0対0で立ち上がりましたがゲーム2回の表に動きます。ワンアウトから今日もスタメンのアイト 3-2 からのこの一撃これはもう打ったアイトがすごいでしょうね。プロ初アーチ6年目で飛び出しました。おととしもこのズズマリンで決勝打を放っている相手が2年後にプロ初アーチで先制点1対0。さらにライオンズはまたランナーを置いて森3回ですがここはセカンドゴロでランナーが入れ替わってアウトが1つ増えます。ただここもライオンズはやはり足を絡めてという怖さを感じさせるそんな攻撃になりました。しかしランナー2人溜まって中村これは詰まってセンターフライ、まあ、ここもねよくピンチ踏ん張りましたよね。さっきはホームランこそ浴びていますが、うん、粘りのピッチングを見せました。でロッテは4回です。ランナー安田を置いて山口 3-1 から振り抜いて嬉しいプロ第1号はライトスタンドへ。左バッターが打ったホームランのようにね。そうですね、右バッターが完璧に放物線勝ちの流れでしたけどね。山口のホームランはこういう感じなんだとよくわかる、そんな一本でした。5回のライオンズ佐々木はその後を立ち直ってバックの守りも警戒になりました。藤岡のこの守備、藤岡はね守備で2人助けましたよね、はい。そして後続も打ち取ってとなりまして、まあ、結局深木投手は5回までは相手のホームラン1点で来ています。一方高橋光成の方が5回ちょっとバタつきました。フォアボール絡みでランナーを置いて中村内野ゴロダブルプレー崩れの間に1点ですからやっぱりフォアボールという怖さを ね、今日も感じましたね。マリーグもねチャンス作ってタイムリーはねなかなか出ませんでしたけどこういったね地道な1点の、ね、追加点良かったですよね。6回もこれフォアボールから盗塁という形、岡がスティールです。素晴らしいですよねこの盗塁もね一発で決めてね。そして藤岡はバントをして得点圏でランナーをさらに進めアウトカウントも早い段階でワンアウト三塁として8番の今日スタメンキャッチャーの柿沼もうとにかくバッターに食らいついて当てろというサードゴロでロッテが追加点。ここはもう完全に転がしてギャンブルスタートっていうね、まあ、新たな作戦のような感じもしますけどね。ロッテが1点を掴み取ってさあ4対1このまま逃げ切るかと思ったところもありました。二木は先ほどホームランを打たれた愛とこの守備やっぱり藤岡ショートは抑えています。ファインプレーで二木を盛り立てます。しかしランナー振り逃げのランナー3塁に置いても落ち着いていました。二木7回を投げて99球4安打4三振のフォアボール1つ失点は1でマウンドを託します。まあ、完璧なピッチングね素晴らしかったと思いますね。ただ誤算だったのが2番手で上がった小野文也がフォアボールデッドボールフォアボールで満塁で1アウトウーネンティン。ここまでヒットなしなんですがこれが2点タイムリー紙一重のところで打たれてしまいました。ただこの時点でも4対3西武が追い上げという段階ではありましたがバッターボックスには再びアイトスライダーに空振りをした後直球をライトスタンドに持っていくプロ第2号が逆転を仕組んだスリーランホームラン。西武はこの回フォアボール絡みからリードランナーをもらって6対4とゲームをひっくり返します。そして8回はリードを取った西武はやはり平良は安田を三振エアードがヒットを出ましたがその後の岡セカンドゴロ山野目がなんとか止めて463完成ダブルプレーリードをさらにここはキープして9回に入ります。9回ライオンズはピッチャー土井を攻めて2アウトランナー2塁として森友哉ここも源田が出て足でかき回してというところ
このあたりが森としては今日再三チャンスを潰していたんですが、うん、1本出たというのが大きそうですね。明日につながる1本ですよね。あとはライオンズ今日は5盗塁を決めています。6度の盗塁機とがあったんですがうち5つを決めています。そして最後は3点差ですと、やはり増田達志が最後は藤原を3球切り三振で仕留めて三者凡退でゲームセット。7対4ライオンズ勝って連敗3でストップ。マリーンズは昨日のオリックス戦に続いての連敗となりました。